皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日のお昼の声お疲れ様でした。今日で折り返しですけど、どうですか、なんかこう半分やってきてなんか見えたこととかありますか？何も見えない、うん、まあ、日々いろんな発見もありますね、うんうん、ハプニングや発見やら、うん、皆さん今お昼ご飯ですか？お昼、何だろう、夜、夜、うん、夜早い夜ご飯、うんうん、3時間とかどう過ごそうか悩んでるところです、うんうん、普段はこの町そばの時は間何をして過ごされてるの？食べてる、ご飯食べて、どっかこの辺散歩行ったりするんですか？します。この辺のおすすめは、あのね、あのそこにおばちゃんがやってる帽子屋さんがあって、私もう3個ぐらい買っちゃいました。今かぶってる帽子もこれは残念ながら違うんですけど、あ、惜しい、そっか、はい、あの駅の方行ったところですよね。そう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 、すごいね、あの旦那さんと二人でやってるお店だらしいんですけど、ぜひ、うん、結構ね、あの売れてあっという間になくなっちゃって、うんうん、どんどん新しいのが入っていい。しかもね、安いんですよ、2000円絶対しない感じで、うんうん、本当に、うん、クワハイナじゃないや、佐世保バーガーの並び、あ、そうだよね、あの坂道のところですか、上がってくる途中、坂道上がって、上がってから、うん、お店の名前とか覚えてますか？何だっけ、ポコロコポコとか、うん、なんかそんなの、へえ、じゃあこの残りの何公演かで来てくれる女子には朗報ですね。ね、あそこで帽子を見て時間を潰してからここに来る、うん、そう、あ、いいなってのがあって明日買おうかなと思って行ったのなかったから、へ、気になったらすぐ買った方がいいです、うん、そうなんだ、うん、ほんと入れ替わりが、へ、うん、結構そんなに新作がどんどん入ってきては売れていく、なんかね、仕入れをご主人と2人でやってるんですって。だからね、すごいタイプの違うものがいろいろあって面白いです。ちょっと帰り寄ってみようかな。早速開いてるかな、帰りは、え、帰りは開いてない、うん、開いてない、行くなら今です、行くなら今、あ、今ね、わかりました。じゃあ、かわいい帽子、ちょっとお帰り、あ、栗田さんがお帰りですね、あ、たらこと明太子でもある、はい、たらこにしてく、じゃあ残りあと半分折り返し頑張ってください、頑張ってください、